こんにちは、タケです。タケの一つ朝礼です。仕事の実践力や自己スキルアップのための一つ朝礼です。今日は2016年の4月の20日の水曜日ですね。昨日って、まあ、ちょっとこれ、ちょっとやばいなと思ってるのが、ACL、ガンバ大阪敗退なんですね。まあ、敗退がやばいとこじゃなしに、宇佐美選手のメンタルがちょっとやばいかなと思うんですね。なぜかというと、宇佐美選手が、ここに書いてるんですけど、宇佐美選手がボールを持って離さなかったで、キッカーは遠藤選手だったんですけど、まあ、いつも通りね、宇佐美選手が蹴ったのに、外してもうたんですよね。で、一回弾かれたんですけど、やり直しだったんですね。で、もう一回やって、また外してもうたんで、ちょっとメンタルが、宇佐美選手はちょっとメンタルが心配っすね。で、なんか終わったとか、どこに書いてあるかな。あ、泣きながら謝ったって書いてるんですよ。ちょっと宇佐美選手大丈夫？ちょっとメンタルがちょっと心配っすよね。本田選手みたいなメンタル持っとけば大丈夫なんですけど、ちょっとこのその J リーグでもね、ちょっとね、勝ててないじゃないですか。ちょっとね、宇佐美選手の調子が悪くなるのがちょっと怖いっちゃ怖いっすよね。ちょっとやばいかなって思ってます。もう ACL ね、折ったのは仕方がないんで、しゃあないですけど、これからちょっと切り替えてやっていかないしゃあないんで、まあ、とりあえず J1 降格だけは見てほしいです。なんと J1 でなんかね、ちょっとほんま、ちょっと、宇佐美選手のちょっとこのメンタルはちょっと心配です。これますぐね、切り替えてくれたらいいですけどね。ちょっと心配っすわ。そしたら、竹の一人朝礼ですが、今日は理想論の改善と、ブログを3つ作成、Twitter 戦略の実践、マーケティング戦略の実践と改善、ファン戦略の実践と改善、出店戦略を考えたいと思います。以上、竹の一人朝礼でした。